はい、どうも和樹です。ですね、今回はお盆休みを使って久しぶりにキャンプに行ってまいりましたので、そのキャンプの動画っていうのをね、ちょっとこの動画の中でお見せしていきたいなと思います。で、今回行ったキャンプ場っていうのが山梨県の甲安キャンプ場という場所なんですよね。まあ、ご存知の方も多いかもしれないんですけども、いわゆるそのアニメのね、ゆるキャンの聖地というところで、ゆるキャンになる前からね、結構有名だった場所ではあるんですけども、アニメで聖地になってしまったがゆえに、もう普段かね、めちゃくちゃ予約が取りづらいような場所になっているというところでございます。本来であれば、正面に本栖湖っていう湖があって、その奥にデカデカと富士山が見えるようなね、もうめちゃくちゃ絶景のね、キャンプ場なんですけども、今回僕が行った日っていうのは台風接近中の日でしたので、もうその富士山っていうのはね、もちろん全く見えないですし、もう雨っていうのもずっと強く降り続いているような状態というところで、なんで山梨県にわざわざ来たんだろうなというふうに思いながら、ちょっとね、キャンプをしております。なのでね、若干テンションが低めかもしれないので、その辺はね、ご容赦いただければいいかなと思います。それでは動画どうぞ。キャンプをしに来ているんですけども、まあお盆休みということで、ちょっと休みを使ってね、久しぶりにキャンプをしようと思ったんですけども、ご覧の通りですね、濡れないような、ね、格好をしていると思うんですけども、あいにくの天気というところでね、台風が直撃するようなさなか、キャンプをしておりますというところで、今回は、キャンプの、ね、動画を、ね、ちょっと今回撮ろうかなと思っているんですけども、料理をして、どういう場所でキャンプをしているのかっていうのをちょっと、ね、動画でお伝えしていこうかなと思います。富士山がね、本来であれば見えるんですけども、今回ですね、もうどん曇りというところでね、もう一切、富士山は見えずにですね、湖しか見えないような状態というところで、ちょっとね、森林の方でキャンプをしているんですけども、ちょっとね、その辺の様子をね、動画でお伝えしていきたいなと思います。こんな感じでね、焚き火台とかも用意して、こんな感じで今ね、机にテーブルこう広げて、めちゃくちゃ荷物がね、ごしゃごしゃになっているんですけども、はい、こんな感じでございます。で、広めに撮るとこんな感じ。はい、スノーピークのエントリー2ルーム L フィールドだったかな、ちょっと名称を間違えてたらすみません。まあ、こんな感じのテントを張っておりますと。こんな感じで回っていくと、後ろの方に炊事場があるんですけども、ここの場所はですね、湖の近くに車を止めてね、オートキャンプのような形でテントも建てられるみたいなんですけども、今回はね、もう雨降って天気悪いんで、こっちの方にしました。本来はなんか浴場もあるみたいなんですけども、コロナ禍というところで24時間使えるシャワールームしか利用ができないようになっているというところでございます。今回ですね、僕自身車持ってないので、このね、レンタカー、商用車としておなじみのプロボックスで来ました。で、プロボックスね、今回利用したんですけども、結構ですね、荷室がやっぱりめちゃくちゃ広いので、こんな感じでね、2シート広げて、あとはね、フルフラットにすることができるので、かなりね、積載量あるなというふうに感じました。ただね、ちょっとね、燃費が悪いのと、商用車感がめちゃくちゃあるので、この車でね、キャンプをしに来てる人っていうのはね、僕自身あんまり見たことないんですけども、そんな感じです。ちょっとね、湖畔の方行きたいと思います。今湖の方に歩いて行ってるんですけども、こんな感じですね。ここもね、テント立てられるみたいなんですけども、あいにくの雨というところで、ね、誰も立てていないというところでございます。おー、見えてきましたね、湖が。こんな感じです。はい、下にね、テントを張っている人たちもいると思うんですけども、あんな感じで一応キャンプもできます。で、本来であれば、薄く雲がかかっているところに富士山がバンと大きく見えるんですけども、もうこんな感じというところで、この風景もね、なんか写真撮ったらいい感じでになりそうだなと思うんで、こんな感じですね。もう設営から今ずっと雨が降り続いていて、弱くなったりとか強くなったりとかして、もう大変なんですけども、びしょびしょになりながらテントを設営しております。本来であればタープとかも立てたかったんですけども、なかなかね、難しいかなというところで、今回テントだけでキャンプをね、ちょっと雨の中楽しんでいこうかなと思っております。今 Z9 で歩きながら動画を撮ってるんですけど、いかがでしょうか。手ぶれ補正あんまり強力にかかってないような気がするんですけども、はい、今ですね、こんな感じでいろいろと広げてるんですけども、お湯を沸かしていて、隣にはトウモロコシがあります。夏なんでね、トウモロコシを焼いて食べたいなと思ってます。で、あとはこちら肉ですね。ローストビーフをね、今回簡単に作りたいなと思っているので、ちょっとね、それも用意しております。で、あとはよいしょ、はい、これマキタの、保冷温庫なんですけども、こんな感じで、牛タンであったりとか、あとはスーパーで買った
こういうね串焼きですね、まあ、この辺を焚き火で焼きながらね楽しんでいきたいなと思います。結構ね今日気温低くて20度ぐらいしかないのでバッテリーの減りっていうのも全然ね問題ないのかなと思います。今2つ入ってるんですけども片方のゲージが1つ減っているだけで何の問題もないですね。で今この画面上に見えている部屋っていうのが、まあ、寝室になりますね、はい、でこれが前室っていうところで、まあ、このねテント非常に広いので、まあ、こんな感じで雨が降っていてもある程度ねこの雨よけをしながらこうやってキャンプを楽しむことができるようになっておりますというところですね。ちょっとねかなり散らかっている状態なんですけどもこれからねちょっと焚き火の火もねつけて楽しんでいこうと思います。要所要所でちょっと動画を撮っていこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、今からですね焚き火をつけたのでこれを焼いていこうと思います。もうね皮のある状態でそのまま直火で焼けるんで熱っ。はい、トウモロコシが焼けてきたので醤油をかけていきたいなと思います。なんでこんなに雨が降ってるんでしょうか。はい、できました。はい、こんな感じですね。湯気も出ています。はい、これを、ね、食べていこうと思います。いただきます。合わない雨が、おいしい、熱っ。後ろの焚き火が、そうだね、これから料理またこういうのもね今から焼いていこうと思います。はい、そしたらですねこちらを焼いていこうかなと思います。イカハコというところでねもう串に刺さった状態なんで、ある程度解凍できましたのでこのままねもうここに置いて焼いて塩を振って食べていこうかなと思います。はい、今イカが焼けましたのでこれを食べていこうと思います。よいしょ。前にこちらをね揚げていきたいと思います。アサヒスーパードライ生ジョッキ缶です。熱っ。泡がすごい。うまい、おいしい。続いてはこちらネギマ焼き鳥をしてみたいと思います。はい、はい、焼き鳥が焼けました。よいしょ。串が火ついてます。炭化しちゃってる。まあいいや、ピントが合わない。ネギマいただきます。うまい。続いてはですねこちらドンローストビーフをやっていきたいなと思います。こちらのね市販されている調味料をまぶして焼いて置いておくだけ、それだけです。はい、非常に簡単なんですけども今からねスキレットを使って
作っていこうと思います。はい、じゃあ今からこれをね、いでまぶしていこうと思います。よいしょ。これでちょっとね、味を染み込ませるためにちょっと置きます。で今からこちらのね、ローストビーフのお肉をこのスキレットで焼いて全体的に焦げ目をつけていこうと思います。でその後余熱で火を入れて終わり。すごくシンプルな料理というところでね、これやっていきたいと思います。じゃあ焼いていこうと思います。よいしょ。あ、そんなに火強くなかった、まだ。いい感じ。あ、いい音。じゃあこれを次にこのね、アルミホイルに包んで放置したいと思います。はい、これで30分くらい放置して ローストビーフの方をね、ちょっとこちらアルミホイル開けて切っていきたいなと思います。楽しみなんですけども、よいしょ。よいしょ。あ、いい感じの赤い感じ、分かりますかね。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じで。どうでしょうか。めちゃくちゃ綺麗にできたんじゃないですかね。はい、でこれをじゃあもう食べて今日は終わりかな。まだ17時19分なんですけども、ちょっとねもうやることがなさすぎて早めにね寝たいなと思います。バイバイ。はい、でね、今動画をご覧いただいたと思うんですけども、いかがでしたでしょうか。もうね、雨が降っているっていうのが動画でも伝わったんじゃないかなというふうに思うんですよね。テントにこう打ちつける雨音っていうのがね、結構鳴り響いてたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、あんな状態でした。設営から撤収までずっと常に雨が降り続いている状態で、焚き火をしていてもやっぱりこう焚き火ってテントの中に入れてしまうと、もうほんと煙とかすごくなってしまいますし、酸素が薄くなってしまうんでダメなんで、外に出しとかなくちゃいけないんですけども、もう本当にね、あの雨風が強すぎて火がね消えそうになったりとかするレベルの雨でした。まあ、ああいう天候の時はね、基本的にキャンプっていうのはしない方がいいんだなというふうに、まあ、改めて実感しましたというところなんですけども、やっぱりですね、僕が今回使用していたこうテントというかシェルターっていうんですけども、あれスノーピークの、エントリーツールームエルフィールドだったかな、ちょっとごめんなさい名称がね、あの確かではないんですけども、あんな感じで全室にこう雨風がしのげるような、いわゆるその料理ができるようなスペースがあって、でその後ろに寝室があるというところで、まあ、ずっと雨が降っている環境下ではあったんですけども、やっぱりね、あれぐらい大きなテントであれば、まあ、今回2人で妻と行ったんですけども、全然余裕で料理とかすることはできました。でやっぱりですね、まあ、スノーピークの製品が優秀なのかどうかっていうのは知らないんですけども、僕自身スノーピークのテントとかシェルターしか使ったことがなくて、ああいった雨がめちゃくちゃ降ってて、もう下もめっちゃ水浸しの状態なんですけども、ああいう時でもですね、やっぱ全然濡れないですね。もちろん上から雨漏れするっていうこともないですし、この寝室の中がね、この下の方から水が染みてくるっていうことも一切なかったので、
やっぱりねしっかりと作られている製品だなというふうに僕自身は感じました。はい、まあ、何の話してんだっていう話なんですけども、晴れている時にですねやっぱり行きたいなっていうふうにはね感じましたね。本栖湖があって富士山、もう写真撮ってもすごい映えるような場所だと思うんで、まあ、日中もちろん写真を撮るっていうのもいいんですけども、ああいう場所で夜間ねこうやっぱりキャンプをしているとテントから出て星を撮ったりとかもすることができると思うんで、まああのキャンプ場はねちょっとまた晴れてる時にリベンジしたいなっていう風に感じましたし、やっぱり雨が降っているっていう時はねあのキャンプっていうのは潔くねキャンセルして行かない方がいいんじゃないかなという風に僕自身は感じました。こうカメラ持ち出して写真撮ろうっていう気にもならないレベルなんですよね。こう風も強いんで横殴りの雨なんですよ。でそうなってくると結局もうレンズに一発で水がついちゃうんで、もう写真を撮るようなね環境下ではなかったというところで、うん、なかなかね厳しかったですね。で今回動画でもお見せしたんですけども、まあ、僕自身車持ってないんでレンタカーで行ったんですよね。で商用車としておなじみのこのプロボックスっていうのがありますよね。高速走ってるとこうすごい速度で駆け抜けてるような車だと思うんですけども、あの車ですね僕自身今回使ってやっぱキャンプで使うのも全然ありだなというふうに思いました。まあ、2人で行く分にはこう助手席と運転席の2つのシートだけで十分なので、それ以外は後ろの席っていうのは座席倒してフルフラットにできるんですよね。でそうすると僕結構キャンプ道具多い方なんですけども、結構ガンガン荷物しっかりと入るんですよね。であれが例えば普通のねプリウスであったりとかプリウスアルファであったりとか、ああいったなんていうんですかね、いわゆるセダンタイプのね車って荷物全然入んないんですよ。で僕自身レンタカー使ってて、まあいろいろな車でねキャンプ場行ってるんですけども、コンパクトカーはもうまず無理ですね。全く入らないで、プリウスなんかもいわゆるそのプリウスアルファじゃない小さいタイプのやつありますよね。めちゃくちゃ燃費いいんですけど、もうあれも全然荷物入んないんで全然使い物にならないんですよ。荷室といわゆるその何て言うんですか、運転席とか席っていうのがこの別になってるやつありますよね。昔のセダンの車みたいな、あれがねもう本当に最悪で全然荷物が入らないんですよね。はい、まあ、ゴルフバッグとかであれば全然入るとは思うんですけども、キャンプの用品ってやっぱりめちゃくちゃ重たかったりとかこうかさばるようなものが多かったりとかもするんで、まあ、やっぱそう考えるとプロボックスっていうのは割と今回使ってていいなっていう風に感じました。まあ、あとシエンタとかもね結構いいなっていう風には僕自身は感じているんですけども、まあ、あんま乗り心地が良くないんですよねシエンタって。まあ、プロボックスも乗り心地良くはないんですけども、荷室のあの開放的な感じっていうのがめちゃくちゃいいですね。はい、まあ、ちょっとねあの今回あの使用した車の話に、ね、話がね脱線してしまったんですけども、まあそんな感じでキャンプに行きましたというところでございます。ちょっとね今回は普段の動画とは違うテイストのね動画になってしまったんですが、いかがでしたでしょうか。はい、てな感じで今回はこんなところで動画終わりたいと思います。それではバイバイ。